みんなこんにちは、アテナくんだよ。今日は昨日のカマキリの動画の続きだよ。カマキリは肉食の昆虫。動くものなら何でも襲っちゃう。オスとメスとで子供を作ることを交尾って言うんだけどね。カマキリの交尾は命がけなんだ。交尾の時にオスのカマキリがメスのカマキリの前に出ちゃったら大変なことになる。メスはオスを餌と間違えて食べてしまうんだ。なんか想像もできないくらいに怖いよね。交尾を終えたメスは卵を産む。これがカマキリの卵だよ。白い泡でお父さんの使っているエゲソリの泡に似てるね。この泡の中に200個ぐらいの卵が入っているんだ。乾くと麩みたいになって雪が降っても大丈夫なんだ。赤ちゃんカマキリは生まれるとすぐに自分の口で獲物を捕らえる。でもアリに襲われたりして大人まで育つのはわずかしかいないよ。そして何回か脱皮を繰り返して大人になっていくんだ。今日のまとめ。カマキリの交尾や命がけ。オスがメスに食べられちゃうこともある。泡の塊のような卵からたくさんの赤ちゃんカマキリが生まれてくるよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。